はい、えー。ご質問いただいたので回答していきたいと思います。お世話になっております。なぜを突き詰めていくたび <laughs> にこの疑問が浮かんでいきます。なぜ多くの人に R の思考が届かないのかと。僕は R の思考は全日本人が手に取るべき教材だと思っています。思考の集大成の最強の教材だと思います。 なぜこれほどの教材が日本の中でおそらく1000人も知られず100人にも手に取られないのが現実本音でこの R の思考を知らずに人生を終えていくのはその人の人生の中で最大の損失であると思っています微力でありますが我がチャンネルに見に来てくれた人だけでもお知らせしていきたいとは考えていますなぜ世の中の大半の人に R の思考の本質というか素晴らしさが届かないでしょうか やっぱりこれは日本の暗記教育の弊害なのでしょうか一財産を唱え続けることに損失というか未練もいまだなくはないですが今は日々物事をなぜから入るように習慣づけようと意識しています長年の暗記教育の弊害からなかなか最初は難しいと思っていますがなんとか見つけたいですということでまず手に届かない理由は単純に僕が影響力がないからですねうんはいあの 日本の総理大臣すら影響、日本に影響がないっていうね、あんまり。なんか最近 <laughs>、すいません。僕ニュース見てないのもあるんですけど、総理大臣がなんか変わってましたね。いつの間にか。なんか日本の総理大臣コロコロ変わりますよね。何なんだろうっていうね。うん。だからその、ね、ヒカキンさんでも届かない人もいるので、うん。だからこれ全日本に届かすっていうのは、うーん。 難しいと思いますよ、そもそも。めちゃめちゃ影響力があったとしても、うん、要は総理大臣の声すら届かないっていうのが今の日本だったりするわけなんで、<laughs> 総理大臣に変わったのって、すみません、総理大臣に変わったのを知らないっていうね、まあ、僕が悪いかもしれないですけど、<laughs> うん、まあ、これはまあ僕のせいですね。あの、まあ、影響力がないっていうところですね。で、あとはこの日本の暗記教育。 日本のの暗記教育の弊害はもちろんあります。あるんだけども暗記教育だろうがじゃあ暗記教育じゃなかったとしても、うん、起業する人と起業しない人がいるので起業しない人が大半じゃないですか仮にこれが暗記教育じゃなかったとしても全員起業します要は世の中の仕組み構造なんですよ会社があってそこで働くという構造がある以上生ま,生まれづらいんですよ それが教育が暗記教育だろうが暗記教育じゃなかったとしても世の中の仕組み構造がそうなってるのでこの構造自体が変わるんだったら多分変わると思いますけど要はほとんど9割の人っていうのは世の中の仕組み資本今だったら資本社会主義まあそういう仕組みがあるわけですよねでその仕組みの中に僕たちは動いてるわけなんだけども まあ一般的には就職するじゃないですか別にニューヨークとかアメリカとかオーストラリアとかどこの国でも働きますよね大体は起業しますじゃあその自由自由アメリカ自由の女神自由の女神様がいるニューヨーク全員起業家います全員起業してないですよアルバイトしてる人もいるしだからこれ世の中の仕組みを考えるか考えないかなんですよまあその 経済レベルで言うならばね、大きいフレームで言うならば、世の中の仕組みを考える側なのか、そ、そこの仕組みに、うん乗っかってるのかって話ですよね。大きく言うと。だから、例えば、まあ、うん、小さいレベルで言うならば、例えば、まあ、就職するじゃないですか。で、就職するっていうことは、まあ、もちろん就職先どこにしようっていうのは考えたりしますよ。当たり前ですけど。就職先どこがいいかなって考えますよね。 だけど、じゃあ、じゃあ、じゃあ就職するじゃないですか。じゃあ、その就職した先で、この会社を、うん、この会社の仕組みをどうやったらあ、どう、どう構造がなってるのかとか、なぜ、うん、新卒の給料はこれぐらいなのかとか、なぜこういう社員研修をするのかとか、うん、なぜ部署が分かれてるのかとか、 なぜ上司と部下っていう仕組みを作ってるのかとか考えなくないですかあんまり <laughs> 要はその仕組みに乗っかって乗っかってそのレールをね歩くっていうのが一般的な感じなのでそのレールを考えようとする人は一部なんですよだから製品とかもそうですよね例えばこのイヤホンを作ろうと思うどうやったら作れるかって考える人は一部なんですよ でもこれをどうやったら作れるかっていう考える人がいるからこれが提供されるんですよ。どうやったら作れんのと。なぜ、それあの、電波飛ぶのとかね。その突き詰めてる、研究して突き詰めてる人がいるからこういう製品が作れるわけじゃないですか。一部の人がね。で、その一部の人が考えて、例えば会社を起こしました。で、その一部の人が考えて会社を起こして、で、そこで働くまた仕組みですよね。アルバイトがいたりとか。 一部なんですよ、結局は。これを提供するのは一部です。考えて。実行するのは。だからまあ、もちろん教育の弊害もありますけれども、ほとんどの人が仕組み、レールに乗っかって生きているっていうところに気づけるか気づけないかですね。全部作られてるので、全部疲れる。まあ、陰謀論まで行くと、まあ、いろいろあるし、またね <laughs>、うん。世の中を牛耳ってる。 なんかあるじゃないですかねありますよねそのお金を牛耳ってるとかね、うん、た例えばあの何すかあの日本の紙幣かちょっと変わりましたけど日本の紙幣の中にも暗号が隠されてるみたいのもあったりとかするじゃないですかどうですか <laughs> うん ただまあそこにそのまあ僕はなんでそういう思考になったかっていうと自分でビジネスを始めたからなんですよねでも自分でビジネスを始める自分でこういうじゃあもう物販だったらこれを始めるっていう人いないじゃないですかあんまり、うん、その割合的にはだから自分でビジネスをこうなんか始めようってしない限り何か自分で事を起こそうってしない限り考える必要性がないので必要がないことって考えます どうすか必要がないことって考えないんですよ、ほとんど人間って、必要がないからね。うん。例えば、今ねいい、イラク戦争とか、まあまあまあ戦争、いまだにずっとやってるじゃないですか、ロシアのやつ、ずっとやってますよ、もうどれくらいやってんだって話ですよね。でも、それ知ってても、なぜ戦争って起きるのかなって考える人っています どうですか今日、今日会社に出社する時になぜ戦争と起きるのかなじゃあ戦争を止めるためにはどうすればいいのかなって考えて出社して仕事してる人いると思います知ってますよ、みんな戦争あるのは。でもそれを深く考えてどうやったら戦争を止められるかなとかねじゃあそれをするためにはどういう行動をしてどういうアクションが必要なのかなって考えて実行する人っていますいないんですよ。でもそれを考え,ても考える必要性がないからです。 考えるるるることとがあるとすすならば、今日どう乗り切るかですよね、会社で。会社のプレゼンをどう乗り切るかとか会社の会議をどう乗り切るかは考えるけどもそこは考える必要性がないから考えないんですようんでも世の中を作ってる人たちはそのいろんなフレームでありますけどその作られたレール以外のことを考えてるってことですねだから新しい新製品とかもそうなんですよ スティーブ・ジョブズもそうでしたけども、世の中にあるものではなく、違うものをイノベーションを考えてきたわけじゃないですか。だから生まれてるわけで。うーん。まあ、これは変わらないと思いますけどね。うーん。そう。かわ多分自由の女神がある。自由、自由、自由って歌ってるアメリカでも全員起業してないので。うん。 アルバイターもいるし、うん、じなんか関係ないと思いますけどねうんまあまあまあだから僕がラッキーだなと思うのがビジネスを通していろんな世の中に疑問を持つようになれたっていうところですね世の中の常識作られた仕組みや作世,の中が作られ世の中が作っているような考え方とか常識洗脳っていうところに疑問を持てるようになったから まあ今に至るのででもそのきっかけって何かっていうと勉強を始めたからですね。勉強すればするほどうんやっぱ見てるところだったり考えてるところが成功してる人たち違うので結果を出してる人たち違うんですよ。うんまあそれはもうなんか成功本も1,000冊以上読めば分かりますよ。でも世の中でうん人生の中で成功したいっつって成功本を1,000冊以上読む人ってあんまいないじゃないですか。 10冊じゃなくでもいいかも分かんないですけどまあそこでどの量で気づけるかですよねある人はたった1冊の本でそれに気づける人もいるしある人は10冊で気づける人もいるだろうしある人は100冊読んでようやく気づける人もいるし僕はバカでアホなんで1000冊ぐらい読まないと気づけなかった部分あると思うんですけど <laughs> 勉強深く深く勉強すればするほどいろんなところがやっぱ 解像度というかね、ステージというか、まあそういうのは上がってきましたよね。物事をより深く、広深く広く見れるようになったっていう。でもみんなまあ、そこに疑問を持たないので。だから一番最初、僕のコンサル生でで1億いった子がいるんですよ。ランボルギーニ買った子ね。その子が言ってたのが、あの疑いっていうことを言ってましたね。疑い、とにかく疑いみたいな。 でももう本当、なぜっていう、なぜ疑う、まあ一生のような感じなんですけど、その子の言葉としては、疑うことから始まる、疑うことが全て始まるみたいな、なんか対談で言ってたような、な,なんか彼が言ってたんですけど。うん。でもそ、そういうふうに考えて、しかもなおかつ実行していくっていうことはもう一部ですね。これはしょうがないと思います。 うん、であとは、まあ、村上さんとこう対談してる時も村上さんがボロッと言ってましたけど別にその起業自分でビジネスするとか起業することが正解ではなく要は洗脳されてる方が逆に幸せだったりするよねっていう一面もあるんですよ実は。洗脳されてその仕組みにはまってた方が幸せに生きれるっていう人もいるので。 何が正しいのかっていうのはそれは自分で答えを見つけるしかないですね。うん、だ僕も自分,自,自分で自分自投していろいろ考えた結果僕は人と同じようなレールで行きたくないと思ったんで心がね自分人生で一度きりの人生しかありません。 人生で一度きりりの時間しかありません。それを深く突き詰めた時に人と同じレールを歩く人と同じレールの人生でいいのかって説いた時に、うんうん、僕は嫌だと思ったんでそれがもう僕の場合だったらそれはコアですね、うん、たまに話しますけども、うん、僕はニートで引きこもりの時にまあ親からね圧力があって で、家を飛び出すように、パチ屋に行ったっていう物語があるんですけども、その前に、親の圧力で働けみたいな感じでね、すごい言われて、まあ、あの、実家から通える、あの、車屋さん、板金屋、町の町工場みたいなね、車好きだったんで、町工場みたいなところに、まあ、面接し,しに行ったら受かったんですけど、で、そこで今、1週間ぐらい働いたわけですよ。で、1週間ぐらい働いたんだけど、 まあ僕の親方がうん仕事を楽しくやってなかったんですよねその人は中卒からそのねあの車屋さんで働いてたんですけど全然楽しく仕事してないんですよでまあ休憩中は、まあ、パギャンブルの話しかしてないしであの仕事もまあね社長が来てると仕事してるふうな感じでやっててで親方はねボロッと言ったような気がするんですけど仕事つまんねえよみたいなこと言ってて。 で僕はだからその人生で一度きりしかない中でここでこのレールですよねこの会社に入ってずっと何十年も働いて30年後の未来が「仕事つまんねえよ」って言って仕事しているそし,そして社長が来た時に仕事やってる風な感じでその場を乗り切って給料をもらうみたいななんかそういう人生を送りたくないなと思ったんですよだから僕は1週間で、ね、飛びましたからね まあ社会的には良くないですよ。その会社にも申し訳ないですし、良くないことだと思いますけど、まあ、1週間で辞めるってや社長に言えないですから、ね、面接の時にあに、お願いしますって入ったので、1週間後辞めますなんか、余裕ないので、まあ、手紙を書いてあの飛びましたけど、でも飛んだからといってね、別に再就職先も決まってるわけでもなく、自分がなんかやりたいこともなんかよく分かんないんだけども。 ね、何,何も分かんないですよでもただとりあえず20年後30年後こんな大人になりたくないなと思ったんでやめたんですよで結果的に <laughs> まあオチとしてはその後あのパチンコスロットにはまってずっとパチンコスロットあスロットかパチンコやってないんですけどスロットかずっとあのスロットやるっていうまた物語がスタートするんですけど。 でもまあまあまあ振り返るとあの時やめてなかったら今ないなとは思いますねあのまま続けてたら今ももしかしたらうーんそこでずっと働いてたかもしれないしうん分かんないですけどうんだやっぱね大事なことはまあ自分とこう自分と対話するっていうことが本当に大事だなと思いますねであとは本当に時間はないので今年ももう終わりますけど 本当人生一度きりっていう言葉が使い古されているので、深くそれを考える人はあんまりいないと思うんですよ。知ってるんですよ。戦争も知ってますよ。やってる地球のどっかでやってるの知ってるんじゃないですか、みんな。人生は一度きりも知ってるじゃないですか。だけど深く考えないんですよ。 うん、だから村上さんとかすごいなと思います。やっぱその戦争をなくしたいっていうところをみんな知ってるけど、じゃあそれを本当になくすためにはどうすればいいのかのを考えていろいろやってるわけじゃないですか。いろんなアプローチから。政治も言ってるしね。だすごいなとは思うんですけど。うん。でもまあまあそれをやる人は一部なんで変わらないかなと思います。多分確率的に言うならば1万,1万人いて1人か1000人で1人ぐらいじゃないですか。 多分これ自分で気づかないとダメなんでうんそうはいまあ結論日本の暗記教育の弊害はあるけれどもそれが全ての理由じゃないよっていうのが僕の見解ですねうんはいでは